皆さん、水槽はたくさん設置しておりますでしょうか。当初は水槽なんて1台あれば十分と思っていたのですが、あれよあれよと増えていき、今はこの部屋で5台が稼働している状態です。長野県から静岡県に引っ越してきて3ヶ月が経ち、移動してきた水槽をどうにか全部立ち上げ終わりました。おそらくこの部屋に設置できる限界だと思うので、ルームツアー的な意味を込めて全ての水槽を紹介しようと思います。普段からアクアリウムをやっている人が見ればなんてことはないシンプルな水槽紹介動画なのですが、そうじゃない人からすると非常に変な状態で水槽が並んでいるので、おかしな趣味をする人もいるんだなという気持ちでご覧いただければ幸いです。ありがとうございます。今地です。水槽が5台も並んでいるのですが、まともにお魚を入れているのは2つだけで、あとの3台に関してはただ水草を入れてるだけになっております。水草レイアウトの愛好家の方々は、まず水草が整ってからお魚を入れる人も多いはずなので、特段おかしなことでもないと思うのですが、やはり一般的に水槽は魚を飼うためのものであり、ただの草を入れてるだけで何が楽しいのかと不思議に思われること間違いなしです。しかもどういうわけか、エビやオトシンクルスのような苔を掃除してくれる種類の生物はお魚としてカウントしないという文化もあり、マニアの世界はなかなか複雑だったりします。そもそもこの部屋なんですが、最初から水槽部屋にしようと思ったわけではなく、ただ水槽を並べていたら水槽部屋っぽくなってしまったというのが正直な話です。いずれにしてもこのように水槽を並べていても特に文句を言わず、アクアリウムを受け入れてくれている奥さんには感謝しかありません。ねえ、何してんの？何もしてないよ。なんでそれはやらないって言ってたじゃん。そんなこと言ったか？言ったよ。おい、もう見つけたぞ。もうまたやった。だってこれはもうずっと水槽置いてあったんだからさ。だからさ、でもやらないって約束したじゃん。そんなこと言ってない。だって言ったよ。俺見てみ、もうこの辺にあった水槽さ、父ちゃんも多分これまた多分これも出来上がるよ、楽しみだねって言ってたやん。楽しみとは言ってないよ。ねえ、私のスーツ知らない？絶対あるはずなんだけど。最初に紹介するのは90センチのスリム水槽です。機材などの詳細は概要欄にくどいくらいに書いておきますので、気になる方はご覧になってください。二酸化炭素の添加はしていなくて、ミクロソリウムとアヌビアスが何種類か入っているだけの水槽です。水槽の右上に ADA のわび草を引っ掛けており、かなりボサボサになってきています。ですがあまり手をかけないっていうのがこの水槽のコンセプトなので、可能な限り放っておきたいなと思っています。お魚は結構いろんな種類が入っていて、ちょっと過密気味です。せっかくの90センチ水槽なので、少し大きめの魚を入れたいと思い、今後テトラの幼魚が泳いでいます。もうちょっと成長してヒレに色がついてこないと今後テトラっぽくならないんですが、この子たちの成長が楽しみです。続いてはわび草を並べて立ち上げた45センチ水槽です。初めて化粧砂を敷いてみた水槽でもあるので、それなりに思い入れがあるんですが、わび草を使った代償として、何かわからない水草がぐいぐい成長してきて手入れが大変です。しかも見てわかる通り、市場の苔が大発生しています。大和沼エビも食べてくれないので、なかなか大変です。薬剤で対処できるかもしれないのですが、この水槽にはリコリスグラミーというちょっと繊細そうな魚を入れてしまったので、今のところ苔の対処はあまりしないようにしています。なかなか表に出てきてくれないリコリスグラミーですが、うちの水槽では落ちることなく、そこそこ元気そうに泳いでくれています。苔は景観を損ねますが、おそらく生態には直接影響がないと思うので、この水槽はリコリスグラミーファーストで見守っていきたいと思っています。続いては気鉱石を組んだ60センチ水槽です。2ヶ月間ミスト式で水草の成長を促した後に注水し、現時点で注水から1ヶ月くらい経っています。立ち上げ初期の苔に悩まされた際は、どういうわけかうちの奥さんが苔取り掃除に励むという異常事態が起こりました。あー楽しい。ビヨっていうのも取れるのも面白いだけ。わー、このぷかぷか漂ってるのも嫌だよね。見てるね。
な、エビさんを挟んでしまった。そういうことだけはしてもらえない。はい。先ほどお聞きいただいた奥さんの怒号と照らし合わせると、どうやら僕には二人の奥さんがいると考えて間違いなさそうです。今では苔も落ち着き、水が出来上がりつつあると思うのですが、未だにエビとオトシンクルスと貝くらいしか入れていません。もともと前景層のニューラージパールグラスが捕服して緑の絨毯が完成したらメイン生態をお迎えしようと思っていたのですが、一向に緑が埋まりきらないのです。よく見るとソイルの中にニューラージパールグラスの姿が確認できるんですよね。まるでミルフィーユみたいにニューラージパールグラスが生息しているんですけど、おそらくこれソイルがなだれてきてるっぽいです。だとしたら一生かかっても緑の絨毯が完成する気がしないので、そろそろ何か対策をしなきゃなと思っているところです。続いて30センチキューブ水槽です。これは今ほぼ放置状態になっていて、悪く言えば諦め気味、よく言えば水草の力を信じて我慢しているところです。流木でレイアウトを組み、ショートヘアグラスとロングヘアグラスを植栽し、さらに真ん中にエキノドレスを植えているという、自分的にはかなり気に入っているチョイスなのですが、いかんせんうまくいってません。抜けちゃったオーストラリアンクローバーがエキノドレスに絡まってますが、これも自然の摂理と捉えて放置しております。底面フィルターで運用している水草水槽なので、うまくいけば管理も楽だし期待しているのですが、現実はなかなか厳しいです。最後はアクアテラリウム風にしている60センチ水槽です。これも底面フィルターで運用し、流木を組んで無理やり高さを出しています。この水槽に関しては苔取り生態さえも入れておらず、ただ水が入っているだけになっていて、さすがに寂しさを感じています。ほとんどメルカリで買った水草を適当に配置しているだけなので、まとまりが全然ありません。ですが、なんだかんだ流木をそれなりに入れて、水草をワシャワシャさせておけば、そのうち様になるだろうという甘い見積もりで考えている自分もいます。本当は陸上部分に観葉植物を置いたりしたかったんですが、苔を敷いたらスペースがいっぱいになっちゃったので、陸上部分にどんな楽しみを見出せばいいのか模索中です。というのが、うちの水槽部屋の全貌です。一応水草やってるので、こういったものもありますし、夏の室温上昇に耐えるために賃貸マンションですが、部屋にはクーラーを実費で設置しました。アクアリウムの一番のハードルってやはり夏の水温上昇に耐えられるかだと思うんですよね。エアコンをつけっぱなしにすることに抵抗がある場合は、高いお金を出して水槽用クーラーを買うか、扇風機みたいなやつでしのぐしかないのですが、エアコン管理が一番楽だと思うので、そこを飲み込めるかどうかでアクアリウムにはまるかはまらないかが分かれるんじゃないかと思っております。そうそう、実は散々ご覧いただいているこの部屋なんですが、反対方向からの映像を見せておりませんでした。最後にこの部屋の反対側がどうなっているかをご覧いただき、動画を締めようと思います。